カルボナーラ作ります。1から作るのがめんどくさいのでこれをベースにします。まあね、牛乳とね、あの生クリームと卵があればできるんですけどね、なんかいちいち買い揃うんだったらこれだったら98円なんで。よいしょ。火がちょっと通ってきたんでベーコン入れます。ベーコンもめんどくさいんで手切りです。あのね、急いで今日はね飯食ったらね、明日の会議の資料の続きを作んなきゃいけないんで、まあじゃなくても多分これ手切りしてますけどね、めんどくせえから。あ、これじゃ足んねえかな。パスタ今日あのね、極太パスタっていうのがあって、それ 500g 買ってきたんですよね。よいしょ。この極太パスタっていうのはスパゲッティに入れます。 500g で、あ、太っ、すごいねこれ。いや、いつも使ってるあの業務用スーパーの 1.6、 まあ一番ポピュラーなね、ベターな 1.6 使ってるんですけど、なんかそれと比べると全然、やっと入った。で、この茹でてる間にあのカルボナーラ、これね、そうトップバリューのねカルボナーラってね、薄いんですよ、味がめちゃめちゃ。だからこれでねクレームが来てるらしいんですよね。もうね、思うんですけど、98円で美味しいカルボナーラ食べようなんて思うのはね、間違えてると思うんだよな。まあ言い方悪いですけどね、所詮やっぱ98円じゃないですか。卵ね、4つ分入れてます。今ちょっと一回火を止めました。で、これもったいないんでちょっと最後に使います。で、卵を、トグじゃないですけどね、こうやって混ぜて、あ、固まっちゃったかな。火を止めてやりましょう。で、ここに、あ、ベーコンの塩分がいいっすね。チーズ、スライスチーズ3枚入れます。あぶねえ。で、チーズ溶かします。あ、いいね、溶けてきたね。よし、じゃああとはちょっと一回これ火止めましょう。茹で終わったんで次ソースの続きあります。ブラックペッパー大好きなんですよね。よし。ほんで、パルメザン。これはもう、あれ。これはもう、上からかける。まあ、追いパルメザンしますけどね。よいしょ。したら、茹で終わったパスタ入れます。一応ほぼ完成。あー、やっちゃったー。また
やばい、ブラックペッパーが風で飛んでる。よし、オリーブオイル入れます。なんでやな。でさっきの余った卵入れます。こんなもんかな。できました。特製カルボナーラの出来上がり。ではいただきます。